クーセビツキーミュージックシェットクーセビツキーミュージックシェットの内部小沢政治ホール小沢政治ホールの内部タングルウッドはマサチューセッツ州バークシャー郡でノックスとストックブリッジおよびコネチカット州にまたがる南北 158km にわたる丘陵地帯である。最も標高の高い山はクラムヒル。そこで毎年夏にタングルウッド音楽祭とタングルウッドジャズフェスティバルが 開かれ、1937年より、ボストン公共楽団の下記の活動拠点となっている。1850年に、作家のナサニエル・ホーソーンは、ウィリアム・アスピンウォール・タッパンという人物からこの土地のコテージを借り、1853年に、ギリシア神話から、テセウスとミノタウロス、アンタイオスト、ピグミー、竜の牙、キルケイの宮殿、ペルセポネ、セレス、 プルートーとザクロの種、イヤーソーオンと金の羊毛の六話を少年少女向けにまとめたタングルウッド物語を書いた。タッパンはそれを記念してコテージをタングルウッドと名付け、周辺のタッパン家が所有する土地もタングルウッドと呼ばれるようになった。タングルウッドは同盟の物語に由来する地名である。地名が先にあって放送の物語が描かれたのではない。 この本は児童向け物語集 a d ダー、Book for Girls and Boys の一部を構成している。1934年、ニューヨークフィルハーモニックのヘンリー・ヘドリーは、バークシャーでの音楽再開催を起とし、ニューヨークの資産家であったガートル・ード・ロビンソン・スミスに相談を持ちかける。多忙理由に面会は、複数回にわたって断られた方、最終的に面会は実現し、 スミス女子は音楽祭の企画に熱中。1935年にストックブリッジのハンナホースファームにて一回限りのコンサートが開催され成功を収める。利益は400ドル以上であった。翌年のコンサート継続が期待されたが、ヘンリー・ヘドリーの健康悪化を理由に頓挫した。1936年、スミス女子はこのコンサートの企画に ボストン公共楽団をスカウトした。ボストン公共楽団が初めてバークシャー軍で演奏会を開き、最初の3つのコンサートシリーズはテントの下で開かれ、1万5千人の聴衆を集めた。それを聞いたメアリー・アスピンウォール・タッパンはタングルウッドの一族の土地210エーカーをボストン公共楽団に寄贈した。1937年、ボストン公共楽団は、 タングルウッドでオールベートーベンプログラムを演奏した。1938年には演奏会場として5100席の扇型の小屋が建設された。2年後に指揮者のセルゲイ・クーセビツキーは300人ほどの若手の音楽家を集めてバークシャー音楽センターと呼ばれる夏季講習会を開いた。ボストン交響楽団は 第二次世界大戦中の1942年から1945年までを除いてマイナスクーセビツキーミュージックシェットで演奏会を開いている。1959年にクーセビツキーミュージックシェットは改装され、1986年には隣接するハイウッドの土地を買収して約40%面積が増大した。1994年には新たに拡張された土地に、 小沢政治ホールが建設された。レナード・バーンスタインの最後の舞台は1990年8月のタングルウッドでのボストン公共楽団との演奏会であった。その他の劇場、室内楽ホール、運営施設などの建物がタングルウッドの土地全体に散在している。タングルウッドでは著名な音楽家を招いての演奏会が開催されるだけでなく、 タングルウッド音楽センターでプロを目指す音楽家たちへの講習が行われている。さらに、ボストン大学タングルウッドインスティトゥートでは、高校生のための講座が開講されている。また、近隣のユースオーケストラに、クーセビツキーミュージックシェットや小沢政治ホールでの演奏機会を提供している。ありがとうございます。